たくさんの方にステージの前にお待ちいただいております。どうもありがとうございます。ちょっと暖かくなってきましたね。今日はお天気が良くて本当に良かったです。ニスモフェスティバル2017サポーティッドバイモチュール、今回は20回目を迎えました。こちらのメインステージにおきましてはたくさんのステージプログラムをご用意しておりますが、まずはここから集まれなりきりキッズということで、日産系チームのレーシングスーツなどのウェアを着てドライバーなどになりきったキッズが登場いたします。ニスモフェスティバルの公式サイトでは10月20日から事前エントリーを行いまして、その中から選ばれたキッズたちに今日お越しいただいているということなので、早速準備が整っているようですから登場していただきたいと思います。皆さんいいですか、温かい拍手をお送りくださいね。どうぞよろしくお願いします。さあそれではまずはエントリーナンバー1番セナちゃんです。どうぞ。はい、セナちゃんおはよう。みんなに手振ってあげてね。なお一緒にウォーキングをお手伝いしてくれておりますのがモチュールサーキットレディの川村奈緒ちゃんです。はい、みんなに、あ、すごい手振って笑顔でね。はい、かっこよく可愛くポーズを決めてくれています。さあ、セナちゃんのこのウェアなんですけど、皆さんどうですか？お手製のこのレーシングスーツを着用して、キャップもちゃんと決まっていますよね。はい、さあそんなセナちゃんにはちょっと真ん中に立ってもらって、いろいろとお話を聞いていきたいと思います。はい、セナちゃんおはようございます。おはようございます。はい、セナちゃんはいくつですか？いくついくつかな、うん、何歳ですか？3歳。あ、3歳です。さあそんなセナちゃんなんですけれども、今日はこのインパルのスーツを着てくれています。好きな選手はいますか？いますか？誰が好きですか？石田先生。石田先生。ん？先生？学校の先生かな。誰が好きかな？お父さんもお母さんも見てくれてますね。お兄ちゃん？お兄ちゃん？はい、ヤンマーデンボロ選手。はい、お兄ちゃんが今客席から言ってくれました。ヤン選手が好き。はい、どれぐらい好きですか？いっぱい好きですか？いっぱい好き。はい、いっぱい好きということです。どうもありがとうございます。はい、皆さん大きな拍手をお送りください。どうもありがとう。じゃあちょっと後ろで待っててくださいね。はい、みんなに手振ってあげて、とっても可愛い笑顔が印象的なセナちゃん、どうもありがとう。はい、こんな可愛らしいお友達も今日は来てくれていますよ。楽しみですね。じゃあこの後はどんなキッズが登場するんでしょうか。こちらも大きな拍手でお迎えいただきたいと思います。では続いてエントリーナンバー2番ひろきくんの登場です。どうぞ。トラビス・パーカー、ジョー・ペリー、ロビン・ディック。はい、みんな見てくれてるよ、手振ってね。なお一緒にウォーキングをお手伝いいただいておりますのが大手クレースクイーンの北川恵里奈ちゃんです。はい、ポーズ、イエーイ。はい、ピースしてくれてますね。はい、ちょっと寝癖あるけどね。かわいいです。はい、じゃあそのまま左に行ってね。さあ、エリナちゃんと一緒にウォーキングをかっこよく決めてくれています。お母様もステージの前でビデオかな、動画撮ってくれていますね。笑顔でね。はい、大手振ってくれてます。はい、じゃあ真ん中に戻ってきていただきましょう。はい、エントリーナンバー2番のひろきくんにお話をお伺いしたいと思います。はい、じゃあひろきくんおはよう。おはよう。はい、ひろきくんは今日は誰と来ましたか？お母さん。お母さん。
お父さんも お父さんとお母さんと一緒に来たんですよね。あ、お母さんと、はい、お母さん見てくれてますけど、ね、お母さんにちょっと手振ろうか。はい、お母さん、はい、あ、お母さん手振ってくれてます。ニスモフェスティバルはこれまで来たことありますか？あります。ある。何回目？2回。2回目。前に来た時どうだった？楽しかった。前に来た時も楽しかったという2回目のひろきくんでございますけれども、ひろきくんは今日は何を楽しみにしてますか？何が楽しみ？分かんないかな。いっぱいコンテンツがありますからね。本当に好きなドライバーとか好きなチームとか、かっこいいなと思ってる車ありますか？車好き？車好きということです。はい、未来の応援団としてぜひひろきくんすくすくと座ってもらいたいですね。はい、5歳のひろきくんでした。皆さん大きな拍手お願いします。ありがとう。手振って、はい、どうもありがとうございます。さあ、こんなせなちゃんとひろきくんなんですけれども、ご登場いただきまして、かっこよくそして可愛くポージングを決めていただきました。レースクイーンのお二人にもお手伝いいただいたわけなんですが、ここで記念写真を撮りたいと思いますので、保護者の皆様もぜひカメラにこの姿を収めていただきたいと思います。じゃあ真ん中に立ってもらいましょう。はい、ひろきくんは今日はこの日産ニスモのスタッフブルゾンを着用してかっこよく決まってます。ちょっとこの袖の折り返しがまた可愛いですよね。はい、はい、さあそれでは行きたいと思います。写真撮影です。じゃあ前見てね。はい、せなちゃんもブンブン手振ってますけれども、前でお兄ちゃんが見てくれてるんですね。はい、お父さんお母さん写真撮影どうぞ楽しんでください。ひろきくんも笑ってニコー。はい、チーズ。手振ってね、バイバイって手振ってね。はい、いいですね。はい、どうもありがとう。じゃあちょっと一旦後ろに下がってもらえますか。ちょっと後ろで待っててね。続いてですね、エントリーナンバー3番のお友達も来てくれたということですので、ご登場いただきたいと思います。では皆さん温かい拍手をお願いします。エントリーナンバー3番、直樹くんの登場です。はい、ようこそ。では川村奈緒さんに一緒に歩いていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ今度は左側のお客さんに手振ってあげてね。はい、あ、いいね。はい、お父さん、お母さんかな。あ、お母さん写真撮ってますね。お母さんにブーッと手振ってあげてくださいね。はい、どうもありがとう。はい、じゃあ真ん中に戻ってきてください。はい、とっても声も決まってます。はい、スーツ姿で登場していただきました。おはようございます。おはようございます。はい、今日は楽しんでますか？今日ニスモフェスティバルなんですけど、前に来たことありますか？応援しているチームはありますか？誰が好きですか？ひななあきとです。ひななあきとです。ひななあきとです。ちょっと大きい声で言えるかな。ひななあきとです。あ、すいません、ん、はい、お父さんお母さんに。はい、じゃあちょっと聞いてみましょうか。
お名前を言ってくれたんですね。そうですね、はい、はい、どうもありがとう。でもみんなの前で自己紹介ちゃんとできました。はい、まあ、そんな直樹くんなんですけれども、今日楽しんでね、あのスタンプラリーとかもありますので楽しんでくださいね。今日このスーツは気に入ってますか？気に入ってました。はい、どうもありがとう。みんな大きな拍手をお願いします。はい、直樹くんどうもありがとうね。はい、じゃあもう一回ですね、3人のこのキッズたちに集まってもらってもう一回写真撮影したいと思いますよ。はい、お、すごいねインパル大人気ですね。スーツ決まってます。まあ、それぞれにね、直樹くんとそれからセナちゃんとそれから真ん中にはひろきくんです。この3名のキッズ、じゃあちょっと笑顔でにっこり笑おうか。はい、じゃあ前見てください。はい、チーズー、イエーイ。はい、チーズ、イエーイ、ピース。お父さんお母さんの方を見てにっこり笑って、はい、チーズー、はーいいや、でもこれだけのお客様の前で堂々たるそのウォーキングを披露してくれました3名のお友達でした。ひろきくん、そしてせなちゃん、なおくんの3名です。はい、あ、カメラのお兄さん見てねはい、カメラのおじさん見てね、お兄さん見て、こっちのここのカメラ見てね。はい、笑って撮ります、撮ります。はい、チーズ2個、イエーイ、イエーイ。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、ということでですね、今日はこのなりきりキッズの皆さんに、素敵なこのウェアで決めていただいたので、ニスモ公認なりきり認定証をお渡ししていきたいと思います。ではこの認定証なんですけれども、モチュールサーキットレディ川村奈緒ちゃんからお渡しいただきたいと思います。では奈緒ちゃんお願いします。じゃあまず最初にひろきくん、じゃあセナちゃんからね、セナちゃんから行きます。セナちゃん一歩前に来てください。はい、じゃあお姉さんから受け取ってください。おめでとう、みんな大きな拍手お願いします。イエーイ、認定証ニスモ公認です。なりきり認定証ゲットです。おめでとうセナちゃん。はい、ありがとうね。はい、では続きましてはひろきくん行きましょう。ひろきくん一歩前にお進みください。イエイ、はい、はい、それではひろきくんにも認定証をお渡ししていきたいと思います。おめでとう、みんな拍手お願いします。イエーイ、よかったね。ちょっと、はい、お母さんにも後で見せてあげてね。はい、さあそして最後になりました、直樹くんにもお渡ししていきたいと思います、認定証。おー、はい、元気よくジャンプしてくれましたよ。はい、ゲットです、なりきり認定証ニスモ公認です。はい、じゃあちょっと見せてあげて、こんなもらったよ、イエーイ。はーい、いいね。はい、ぜひ皆さん楽しみに、していただきましたこのキッズたちにですね、この後盛大な拍手を送りいただきたいと思います。認定証ゲットです、おめでとうございます。大きな拍手お願いします。はい、じゃあ出場者の皆さん今日はありがとうございました。バイバーイ、最後に笑顔でね、手振ってね、みんなに。はい、どうもありがとう。はい、どうもありがとうね、楽しませてくれました、どうもありがとう。じゃあ後ろの方に戻ってくださいね。どうもありがとうございました。はい、では今年で3回目の開催となりましたこの集まれなりきりキッズなんですけど、実は来年ももうすでに開催を予定しているということですので、ぜひ皆さんのエントリーをお待ちしております。来年はお兄ちゃんも出たらどうかな一緒に出たらね、兄弟で出ても楽しいかもしれませんよ。ぜひ皆さんのエントリーお待ちしております。よろしくお願いします。さあそしてここまでお手伝いいただきました川村奈緒ちゃん、そして北川恵里奈ちゃんでした。どうもありがとうございました。大きな拍手お願いします。はい、さあ
このお二人なんですけど、この後もレースクイーンステージありますので、どうぞよろしくお願いします。どうぞお戻りください。また後ほどよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。さあ皆さん、お楽しみいただけましたでしょうか。めちゃくちゃ可愛かったですね。めちゃくちゃ可愛かったです。癒されました。ご視聴ありがとうございます。ニズモ公式 YouTube 面白いなと思っている方はチャンネル登録と、グッドボタンをお願いします。Twitter でもモータースポーツ活動や、ニズモの紹介もしてますので、ぜひ、ご覧になってください。